野郎だな。ああ冗談だろ、警察はクイーンが丸め込んだはずだろ。もし捜査されたらあのクソ造船所の賃貸契約は俺の名前だらけなんだ。お前にぶち壊されるために今の地位を得たわけじゃないぞ。多言するな、そしてケースを隠せ。収拾がつかなければこの手でお前を殺す。待ちきれないわ。ロシアの王族の方とお食事できるなんて。ロシアのことは何も知らないのよ。お恥ずかしい。私たちの美しい街は気に入ったかしら。こちらには以前も来たことがあるの？やだわ、つまらない話ばっかりしちゃって。お待たせしてごめんなさい。でも渋滞が本当にひどくって。お先にお飲み物でもどうぞ、チェンコフさん。すぐに着くから。カントリークラブには腕利きのシェフがいるの。テレビにも出たことがあるのよ。メニューをご覧になってて。ママもパパもお前が恋しいよ。私たちのお姫様だ。パパはずっと忙しくて、お前のいない家はつまらんよ。仕事仕事仕事だ。でも卒業が近いのはいいことだ。お前にバカな部下を教育してほしいんだ。まあパパ、学校はいつ休みに？旅行でも行くか？するつもりだ。泣くか。お前は役立たずのクズだ。お前がどれほど役立たずかを記した巨大ファイルを法廷で見せたら喝采されると思わんか。クビにするか。それが望みか。お前が無能なせいで非難されるのはごめんだ。こんなにセキュリティ侵害があるのはお前の部署が。泣いてるのか。その鼻をすする音は何だ。お前は不快だ、役立たずのクズ。
よし、これでこの間抜けをみんな知ることになる。リストはまだ続く。支配人まで届くだろう。Thank you.
入札者はこれで全員だ。残るはあと一人、支配人ジョセフ・デマルコ。こいつは世間の評価に隠れてこそこそやってるが、他のと同じで腐ってる。